やっほー、イミネーです。先月用事があって急遽大分に帰ってきたんやけど、その時に一瞬だけ動画をね撮ってたので、寄せ集めて Vlog と言っていいのかわかんない動画を撮りました。よかったら見てください。めっちゃゆるいです。スタート。到着。着いて速攻キリと合流して、キリと一緒におにぎり屋さんに来ました。お昼ご飯です。なんでおにぎり？おいしい？おにぎり屋さん、なんか久々置いて帰ったらおしゃれなお店が増えてて、こんなおにぎり屋さんとかね、めっちゃおしゃれやし美味しかったです。なんかちっちゃいおにぎり2つとか3つとかセットにできるのかな。美味しかったです。で、可愛い飲み物も一緒にセットです。帽子かぶってたからね、なんか前髪がめっちゃぺったんこですね。はい、で1日のコーディネートがこんな感じです。フレア ID のワンピと帽子です。可愛い。なんかキリって運転するイメージないけど、全然私より上手いしね。なんかすげえかっこいいよ。ギャップですね、ギャップ。温泉セットです。温泉セットになります。おいたはこれが必需品です。はい、温泉に行きましょう。あー、水溜まりに入ってしまった。大分県民の車の中には絶対お風呂セットがあるんじゃないかっていうくらい、シャンプーとかコンディショナーとか入ってるああいうカゴがあります。でね、こういった感じで家族風呂っていうのが当たり前で、ね、東京来てびっくりしたんやけど、東京の人って意外と家族風呂の存在知らんのよ。もう全国にできてほしいくらい家族風呂って重宝するよね。あ、ここに入れる、うん、すごい。これが大分の家族風呂です。ここに貸し切り風呂として家族でもカップルでも入れる。時間限定制。めっちゃいい。やばい。え、めっちゃいい。イエーイ。イエーイ。海が一望できます。いいでしょ。やばくない？そんなこと。誰？やばい。腹痛い。一人になるだけで全然違う。やばいな。すっぴんの顔一緒。やば、一緒。なんかエミがキリみたいな服着てるからなおさら一緒じゃない。ツヤツヤです。温泉最高です。お風呂上がりのジョイフルです。大分といえばさ、お風呂上がりジョイフルってな。お風呂上がりジョイフル。決まってる。決まってます。いただきます。友達ともお風呂入った後はジョイフルで夜な夜な語るみたいなコースが定番でした。懐かしいよな。てか東京にもジョイフルできてほしいくらい、ジョイフルめっちゃ美味しいよ。こんなに頼んで多分2000円いかんかったはず。拳で。この後ドンキピアンスピアンス天才ピアンス。この後ドンキ集合ピアンス。ジンベエとキティッポ買いに行こうピアンス。キリキリ。今日はあと言いますとか言わんから。今日は、今日はこの日は高校からの長い付き合いの大親友と1年以上ぶりに会って遊びました。ユフィにね、これはカレーうどん屋さんに来ました。おじさんごめんなさい、ジュショットになってました。ごめんなさい。動画なの分かった、うん、で、なんかとんでもなく山の奥にあるなんか謎のね動物園に来たんやけど、豚さんとかヤギとかがこんな感じで放し飼いになってて、結構広いんやけど、ここ普通にうんちとか落ちちゃうし、ヤギとか追いかけてくるし。
めっちゃ不思議な動物園でさ、可愛いけど怖いよ。来ないで。マジで飲んでる、おっぱい。怖いの？怖いの？エミコ来た。エミコ来た。エミコミルクには反応してくれん。いや、こんな大きいヤギがよ、哺乳瓶でチュパチュパ吸うようのめっちゃシュールやと思う。可愛いけどさ。お腹いっぱいやったから食べ歩きとかはせんかったんやけど、ちょびっとだけ散歩がてらに湯布院に来ました。やっぱ気持ちいい。こちらに見えますのが我が家のビータラビットでございます。うわ、いい匂い。湯布院で有名なクッキー屋さんです。めっちゃ美味しいんですよね。ここ来たら2000円分くらい買っちまうんですよね。はい、ということでこんな感じです。今回旅行とか帰省っていうわけでもなく、普通に大分に用事があったんで、まあサクッと行ってサクッと帰る感じで、まあ2泊3日してきました。てかやっぱいいなぁ。ほんと大分好き。もうね、ほんとに大分大好きなんよ。温泉もあるし、ご飯も美味しいし、もう空気もうめえし、まあ、東京もね、住みやすくて好きなんやけど、まあ老後はね、私大分に住みたいわって、改めて思ったわ。大分に住んじゃう時は、なんか大分ってなんもないしなぁとか、いいなぁって思いよったんやけど、やっぱ今改めて大分を思うと、本当にね、心満たされるものがね、いっぱいありまくり。だからね、いつかまた大分に住みたいです。はい、ということで、こんなゆるい Vlog を最後まで見てくださってありがとうございました。本当になんか一部しか切り取ってないからさ、また今度、いつかね、Vlog 撮れるときは、しっかりと Vlog を撮ろうと思います。ということで、チャンネル登録もしていただけると本当に嬉しく思います。ぜひ、また次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。